ホームランディックの生見京子です。今日は愛知県のホームランディックで建てて1年半経ったお家のご紹介です。家づくりオタクが建てた洗練されたお家、家づくり迷子脱出アイデアもご紹介いたします。今日はオーナーさんにも声のご出演いただいてますので、ぜひ楽しみにしてください。とってもこだわり屋さんのオーナーさんなので、すごい面白い話が聞けると思います。はい、よろしくお願いします。今日は内観からのご紹介になりますので、早速お邪魔してみます。はい、まず玄関から。この洗練されようったらないんですけども、すっごい素敵な玄関です。まず入って、ここが1820あるんですね。だから来客も多いお家なんですけども、これだけ広かったら十分ですよね、広さとしては。で、入ってすぐに素敵な階段と、それからお庭がスコーンと見える大きなフィックス窓を設けておりますので、北から入る玄関なんですが、正面が南面になって日がすごく入ってくるので、とっても明るい玄関になっています。このね、玄関のゆとりが作りたくてもなかなか作れないね、すごいこだわっております。この壁がめちゃくちゃ贅沢なんですね。でも何にもないこのグレージュの壁っていうのが、まあまたすごい綺麗です。ペンのブラケット、半年待ちぐらいのやつですね。で、鏡のスイッチをつけてあります。お手本のような壁だと思います。こう写真撮影したりとか、インスタ載せる時に撮ったりとか、こういう何にもない素敵な壁っていうのが私大好きなので、いいなと思いますね。で、まずね、置いていただいてるものも淡いテイストでまとまってて、センスがいいと思います。おやさん、なんかこの玄関でこだわってるポイントとかってありますか？玄関は広い方が良くて、玄関広いと気持ちに見えるから。そうですよね。実際延べ床も結構大きくて40坪ぐらいで、大きいうちにはそれなりのふさわしい玄関が必要かなと思うので、ぴったり玄関かなと思います。玄関の横には土間収納がありまして、こちらも2畳ですね。2畳の土間収納です。で、見てみるとウォークスルーになってるんですけど、大人用自転車2台入ってるんですよね。で、それからカブトムシいて、靴はあといっぱい並べてくれてて、肩掛けポールもつけてありますので、こういったものも全部収納できて、たっぷり収納してあります。このシャラシャラのカーテンもオーナーさんが後から貼っていただいたんですが、これどこのでしたっけ？ IKEA です。これはインスタとかで見つけられたんですか？インスタで見ました。チュールの安くて可愛い、安くて可愛い。で、中がね、見えないんですけど、ちょっと透け感があって広くも見えるし、とても可愛いなと私も思いました。とにかく人が来るから、20人とか来るからそれはどれぐらいの頻度で20人ぐらい来るんでしょうか？毎週末来てたりするんですよ、ひどいとね。なので塗りっぱなしにするから、靴をとにかく並べないから、家族はみんなこっちから洗って、もう塗りっぱなしでもぐちゃっとしてます。こっち側はね、そうですね。で、ここはウォークスルーの仕様になっていて、ここで靴脱いで、家族はもういろいろ脱いだりして、で、こっちから上がってきて、また玄関ホールに戻れるよっていう動線になっています。で、先ほどお話が出たお客様が多いっていうことですよね。ここに洗面台があります。なので帰ってきてすぐみんなここで手洗ってリビングに入っていけるっていう動線ができるわけですね。やっぱり皆さん帰ってきたらここで手洗いますか？洗います。ああ、20人ここで手洗うそうです天板はこれモールテックス塗らせてもらって、きれい。これワックスかけられましたね。またワックスね、ちょっとサボってます。あ、でも全然すごい綺麗だわ。うん、モールテックスカウンターに三面鏡という形ですね。三面鏡がついていると。で、ここの見えるところは全て小物類が黒使ってないんですね。黒使ってなくてゴールド真鍮で統一をされています。です。真鍮はこういう風にね、手の跡とかついてどんどん色が変わっていって味になっていくので、1年半経って今こういう状態ですね。これがまたまたどんどん色が風合いに変わっていって、長年にわたって楽しめるようになります。で、ここの収納はオープンタイプなので、カゴで収納してもらって、綺麗な可愛いラタンで収納してもらっています。ここでゲスト手洗ってリビングに入っていくんですが、ここのね、素敵な中庭を見ながら横目にサマーカンパニーのクワドロストリームを開けると、こんな形になります。で、入っていくと LDK がドーンとあるわけですね。まずですね、もう素敵なのがこのね、ベンチから見える中庭、これめちゃくちゃ素敵です。私の時にはまだ作ってなかったですが、後々ね、外交されて、いやー素敵です。まあ素敵。南の窓って、大きな窓って本当にこれぐらいなんですですけども、外のパラソルで日射遮蔽されているからか、今日すごい外暑いんですけど、中はとってもひんやり感じます。涼しいんです。エアコンつけてなくても朝は窓を開ければ過ごせるぐらいで、仕事終わって日中帰ってきても、家に入るとふわっと涼しい。これはいいですね。エアコンついてない状態で夏って結構ね、ぼわっとなりがちなんですけど、それがほとんどないと。ないです。嬉しいですね。断熱材はここセルロースファイバーで、外にうちタイベックシルバーという遮熱シート貼ってあるので、それが効いてるのかもしれません。この造作ベンチなんですけども、まあね、いいですよね。開けてみますとこんな感じです。収納ができる。すごいたくさん収納ができます。小野さん、ここ結構物ね入りますよね。めっちゃ入ります。結構ストック類とかを今置いていただいている形で、季節の飾りとお尻拭きとかおむつがまだちょっといるのとか、ティッシュとか、一番端っこは子供の捨てられないもの、大事に取っときたいものを投げ込むとこと、なるほど、日々のお出かけする時に持っていくバッグがここポコッと入っております。子供さんのね、保育園、幼稚園で作ってきた作品などが結構かさばるんですよね。かさばりますね。はい、そのポット入れとくのにちょうどいい。これ3つあるので、中も仕切られてるので、用途によって使い分けられてすごく使いやすそうでした。あとこれもね、釘やりたくないじゃないですか。こう、はい、わかります。マグネットになってて、これ大工さんがね、ビスを打ったところを探して強力マグネットをくっつけるっていうだからここら辺のどっかにもあるじゃん。この辺はくっつかないけど、これもどこで見つけられたんですか？私ここで初めて見て、すごいじゃんこれって言ったんですけど、これね、なんかインスタで似たようなことをやってる、なんかこうビスを探して何かをするっていうのを見て、もっと作らないとすごい。これはどこで買ったんですか？それ楽天です。でも今ね、100均にも似たようなのあります。けどちゃんと強力なマグネット買った方がちゃんとパティ軸忘れるとあれですか？そう。うわーって探す。どここれ。あった。ここのベンチは、これもインスタでなんか素敵なの見たんでしたっけ？ヌックというスペースが、多分今結構メジャーになってると思うんですけど、当時はヌックっていう言葉も多分そうメジャーではなくて、そうなんです。ヌックにするには多分できないけど、じゃあ窓ベンチぐらい欲しいなみたいな。なるほどなるほど。キッチンと話ができる、中庭に眺められる、ちょっとした贅沢スペースが欲しくて、今でこそね、ちょっとヌックって出てきたんですけど、まだまだそれでも少ないですから、先駆けでした。これ1年半前ということは、2年半前から計画してるお家なんですよ。で、2年半前ってソリドもなかったし、あんまり世に出回ってなかったし、ヌックっていうのもあんまりやったし、グラフテクトも本当にね、出始めぐらいの感じでして、かなりね、情報が早かって、素晴らしい情報マニアなおせっさんでございます。リビングです。またこれね、住んでもらってからこれ入れてもらってるんですよ。フランネルソファーのソファーです。この革もこだわりましたよね。そう、それね、いいやつね、なんだっけ、フェラーリだっけ。そう、なんか高級車の内装に使われてるみたいらしいです。それなんか動物が引っかいても大丈夫。あ、動物引っかいても大丈夫なんですか？ちょっと子供にやられて、だいぶちょっと動物より強かったかな。いや、このまた色もね、ベージュのような、グレーのような、ちょっとパープルが入ってるような、すごいもう何とも言えない素敵な色で、品があるソファーです。素敵なソファーの正面が、テレビの背面にはソリド張りしてあります。ソリドもインスタで見られました？ソリドはインスタだったと思う。何これかっこいいってなって探したのかな。最初はエコカラットがいいなって思って探してる最中に、あ、これかっこいいって思って見たらソリド。なるほどなるほど。アクセントでタイルか何かをつけたいなと思っていて、その種類を探してたっていうことですね。これすごくないですか？造作で作ったんです、このテレビボード。これはやってあるんですよね。オーナーさんのこだわりで、音響機器がこだわってあるんですよ。なんていうメーカーさんでしたっけ？スピーカーがダリで、アンプがレノン、天井のスピーカーと4発あります。横の2つで 5.1.4 チャンネル、ドルビーアトモスっていう音響システム。これは映画館とかで使われてる感じの、上から音響が降り注ぐような、そんな音響システムだそうで、すごくいいやつということですね。右から左から音が聞こえる。はあ、そうですね。前と後ろ。ここで映画見るとやっぱ違うんですね。違う。はあ。で、タレ壁が実は隠しでありまして、どうやってやるんですか？アレクサ、シアターオンと動いて、後ろのプロジェクターがつくんです。いいっすねー。これで映画見ながら、上がドルビーアトモス音響システムで、あっから映像が流れるということですよね。ですで、ここからプロジェクターで投影されると。すげえっすよ。映画見るときはプロジェクター、あとライブの映像とか、嵐の解散ライブを見て、ここでみんなで号泣してみたりテレビは普通に子供がアマプラ見たりゲームしたり、週末の夜にみんなでさ、今日何見ようかって言ってポップコーン持ってここに並んで見るっていう。おうち映画館ですね。そうそう、おうち映画館。すごい。ここは間接照明もつくようになっています。この外に出ます。ここはコンクリートを打って、目地をタイル風に入れて打ったので、コンクリートデッキになります。わあ、いいな。ここはね、日陰でね、めっちゃいいですわ。わあ、芝生もね、綺麗。わあ、綺麗です。で、このね、花壇もこだわったんですよ。外交もうちでさせてもらったんですけど、コンクリートブロックで花壇作ってあるんですが、見つけをこう薄くするようにカットしてですね、職人さんにちょっとやれないって言ってカットしてやってもらってます。もう本当に花壇おしゃれなんですよね。いや、花壇おしゃれですよね。形もいいし、うまくできましたよ。で、こっちには階段があって、上がれるようになっています。最高です。え、ここバーベキューやるんですよね。やります。最高だな。めっちゃいいです。子供がここでプールしてる時とか、パパ本読んでる、子供もなんかやってるのを眺めてます。はい、それからこちらがダイニングとキッチンになります。で、ダイニングとキッチン、お揃いのこのベトングレーのブラフテッドで揃えてあります。フレームのデコランプを使っておりますね。これもね、またこだわりましたよね。そう、このバランスと、この高さとバランス、埋め込み、このダイニングだけで結構やってあります。で、それからこっちグラフテッドです。綺麗にされてらっしゃいます。すごい、このね、オーナーさんはね、収納がとっても上手なんです。収納上手です。すごく綺麗にまとめられてるんですね。この下とかも許可いただいてますが、普通こうやってね、フライパンかけ並べて、これでね、2段にしてたりとか、綺麗にね、収納されてらっしゃるわけです。キッチンハウスが良くて、はいはいはい、キッチンハウスは知ってて、で、部屋のベトンがすごい好きで、でもキッチンハウス高いよねって見てる時に、姉妹ブランドで見つけて、え、安いじゃんってなって確かにえ、これならいけるぞ。ちょっと京子さんにすっごい最初の頃に多分聞いて、やってないなって言われて、結局できたんですね。そうです。情報を持ってきたのがこのオーナーさんで、当時は出始めだったんでしょうね。今でこそ結構出回ってるんですけど、出始めで「使えますか?」って言われて、「そんなの標準じゃないですねこれは」って言ってたんですけど、「ちょっとやってみましょうか」って言って、今では標準提供させてもらってるメーカーにはなりましたけれども、本当にそういうのもね、だけの情報がすごい早くて、で、また素敵なものをね、キャッチするのがうまかったですね。結構いろんな情報が今ネットに上がってると思うんですけど、精査していくというか、いろんな情報あるけど、これにするってなんか決め方とかあったんですか？基本は飽きないものにしたくて、ずっと住んでも飽きないものにしたくって、多分好きなものをいっぱい選んでいくとごちゃごちゃになるから、シンプルなもので、うちはもう木とグレーと白って決めちゃったから、色をそれから削ぎ落としていった。そうですね。そうするとやっぱりこれにするぞっていうなんか信念みたいなのを一本持っていくと決めやすいってことですよね。それやんないと決められなかった。参考になります。それから後ろの背面収納もすごく綺麗に整頓されてらっしゃって、綺麗に収納されてらっしゃいます。インスタで見つけて可愛い。そう、それ中はね、カオスになってますけど、めっちゃそれあるだけでうわーって突っ込めるから、めっちゃいいです。これどこのでしたっけ？パワーね。あ、パワーのシリーズだ。山崎実業、お世話になってます。家電がすごい少ないですかね。そうですよね。この背面収納に置いてあるのは少ないと思うんですが、実はここがパントリーになってまして、家電タワーほど家電はないんですけども、いい家電がね、バルミューダとか入っております。こう見せたくないものはこっち、おしゃれなものは背面にっていう感じですか？そんな感じです。はい。でね、ここね、綺麗に整頓されてるし、このね、チュールのカーテンも考えられてるんですよね。 LDK の方からここがちょうど中が見えるということで、この角度であえて晒してあるということです。で、これも先ほどと同じ IKEA で、これは楽天でしたっけ？そう、それ楽天です。可愛いんですよ。かわいいかわいい。こんな感じで、まあ、半分隠して動線には影響ないようにしてるっていうのがポイントですよね。でパントリーめちゃくちゃこれ綺麗に整頓されてるんですけど、収納箱ってどうされたんですか？これはね、カインズかな。これカインズ。そう、それカインズで、はい、上の取っ手がついてる子は3コインズ。3コインズ。へえ。これでカインズでこれまでついてるんですか？それそう、それね、ジョイントの本当はあれなんですけど。なるほど。私が勝手にアイデアでお名前を直接貼るの気が引ける場合はいいですよね。中身変えられるからいいですわ。カインズこんな綺麗なの出たんだ。そうなんですよ。いいです。カインズね、面白いんです。これはどうですか？キャスターついてますけど。そう、それ無印。これ無印。綺麗、ぴったり、素晴らしい。で、この丸の取っ手のやつはどこのですか？これは無印です。これも無印。なるほど。で、このゴミ箱は踏んで上が開くタイプの。そうです。これ軽床でしたっけね。軽床です。軽床のものです。こういうふうですね。で、ここを開けると実はじゃじゃん、玄関先に戻ってくるという回遊動線になっています。買い物してたくさん荷物持ってくるときにリビングからだとぐるーっとこう回らなきゃいけないので、ここにすると一気にこうパントリーにつながっていろんなものを収納できると、そういう動線になっています。キッチンが真ん中で水回りが近いのがいい。で向こうのお風呂と洗面とファミクロとまで近くなるから、水回りが近いというのが実は正面行くじゃないですか。ここが洗面ですよね、先ほど紹介した。はい。でこっち行くと脱衣なんです。でここ脱衣オンリーだから収納関係いろいろで、これお持ちの家具を置いてもらって可動棚を併設してという形で、お風呂にすぐつながってるわけなんですね。綺麗。お掃除のしやすさこだわりまして、もちろん鏡もないですし、これがね、今までは外して洗ってたけど、そう今まで外して洗ってたけど、サザナは外して洗わないでください仕様で。なるほど。洗わなくてよくなった。洗わなくてよくなった。お掃除が楽ちんなったんですね。そうで、鏡は掃除がめんどくさいからいらない。鏡はなしで。そう。つける収納、それからこのマグネットでつけるタイプの収納されてらっしゃるので、結構ですね、お掃除にはこだわっていろいろ考えられてますよね。掃除しやすい部分、なるべく楽に掃除できるようにっていうのは結構打ち合わせの段階からコンセプトとして上がっておりました。ここからまた洗面挟んで雑油に飛ばすじゃないですか。でこっち行くとじゃーん、ファミクロ、それからじゃーん、ランドリーにつながってるわけなんです。もうこのね、最強動線カジノ、これもだいぶこだわりましたよね。南側で洗濯乾きやすくっていうのと、どうしてもこの一直線ラインが作りたくて、でも今これすごい助かってるのが、そこ勝手口つけたの、本来は洗濯外に干すからって言ったんだけど、今本当に干してなくて、外には干さない、干さないけど、外で子供が遊んで水遊びとかして、はい、こっから一直線にお風呂まで行く。確かにめちゃめちゃ助かってる。確かにです。ここの勝手口から帰ってきてストレートでこの脱衣行ってお風呂に行けるっていうこの動線ですね。外でますだし、お庭も広いので泥だらけになったとしても、まあ、リビング介さずお風呂まで行けるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。確かに。なるほど。さっきね、外干さなくなったって言ってたから、勝手口いらなかったかなと思ったんですけど、いりましたね。いい使い方してもらって嬉しいです。結構ですね、洗濯機、カンタ君、スロップシンクの並び聞かれるんですけど、ここが1365っていうスパンで、ここに本当にジャストサイズ綺麗にはまるっていうのが証明されてます。スロップシンクはこれ一番人気なね、TOTOさんのタイプで、壁から水洗です。でこっちは下に洗濯機、上にカンタ君っていう、こういう並びですね。ジャストサイズ、ジャストサイズ、そしてその上の棚が本当に良かったよ。それ、ああ、それ接種支給だったね。確かに確かに。でここに今かけて収納できる、これいいですね、この金物。それも無印かな。あ、これも無印。なるほど。ここは2畳ぐらい。子供3人と僕1で、ちょっと僕イメージだと2畳だと足りないのかなとか思ってたんですけど、実際これ完結しちゃうんです。完結します。全然完結します。カンタ君に完結。カンタ君に入れて今のは全部ここで、おしゃれ着とかをここに干すっていうイメージですよね。今度乾燥機で回してもいい服を選ぶようになりました。なるほど。ここにカウンターがあって、窓もね、中庭が見れるような設計も窓配置もしてあります。でやっぱり中はすっごい涼しいんですけど、ここだけ締め切って洗濯物乾くのに一番暑い場所に配置しているので、ここだけ洗濯物乾きそうなぐらいカラッとあったかいですね。そうなんです。冬でもあったかいし、夏は暑いけど洗濯物はすぐ花粉症がみんなあって、外干しちょっとあれかなっていうのと、仕事行くから突然雨とか降ってくる。あ、確かにそうですよね。共働きだからね。ファミリークローゼットもすごく綺麗に収納されてますが、これがさっきおっしゃってた玄関から帰ってきてファミクロにいろいろ収納するっていう感じのところですよね。そうです、そうです、そうですね。ランドセルもこうやって置いてあって、ここでなんか収納でこだわったところとかありましたか？多分1ぐらいじゃないかな。下にポール、普通上にポールで下が棚だと思うんだけど、確かに中段をそこにつけてもらって、下をポールにして子供のタンスで半分ぐらい埋まってるけど、うちはそれがベスト。いや、これ最近ね、私もこれがベストなんじゃないかなって思ってきたんですよ。なんか上の方のここら辺って一番目が届くんで、下ハンガーで全然いいですよね。そう、下ハンガーで全然よくて、タグとか見えて、あ、これあの服やなとかって見やすいので、ここに下にポール大賛成です。そうそう、丈が長いものがかけられる場所が反対側の階段下作ってもらったから、はい、それで丈が長いものはカバーできて、冬はね、さすがに物が多いんでもうちょっと服増えますけど、これででも家族5人分のよく使うものが全部5人分収容されてるのに、まあ、結構スカスカだなと思って、収納がすごい上手にされてらっしゃるかなと思いました。これすごくないですか？めちゃくちゃジャストなんですよ。あ、そう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 。それね、ズボンハンガー引っ張っていただいてもいいですか？失礼しよう。これめちゃくちゃベストじゃないですか。これびっくりした。これね、ジャストサイズ測って、このサイズないかなで探した。ネットでパンツってこの折りたたんであると1個ずつ見なきゃいけないから大変なんですよね。で、パパが脱ぎ捨てるから、あ、なるほど、パイってやるから、それを本当にどうにかしてほしくて買いました。いや、これ奥行きぴったりでめちゃくちゃ便利じゃないですか。これはいいな。隣は一時置き、はい、夏休みで帰ってきた人たちのグッズが入ってて、一番奥はツリー。あー、季節物が。いや、収納関係すごい素敵です。綺麗に収納されてらっしゃいます。こういう勉強グッズは2階にはもう持ってかない。なるほどね。可動棚万歳。ああ、素晴らしいですね。そう、そもそもこの幅を多分ランドセルが私置きたくて、この幅にしてます。ぴったりぴったりぴったり。4.5か3畳かぐらいだったりですね。結構入りますね。結構入る。はい、素晴らしいです。リビングにすぐ戻ってこれて、水回りと近かったよっていうのはこういうことです。はい。で、それからここのお部屋なんですが、実は普段はもうほぼオープンにされてらっしゃると思いますが、和室コーナーになっています。これつなげると LDK で30畳ぐらいありましたよね。30ぐらいだったと。はい、広いんですよ。ここの和室はどういう用途で今使ってますか？なんだろう、待ってはならないね。将来お坊さん木でもいいようにということで、実は玄関直送になっていて物入れがあります。これが東向き、将来ね、リフォームして仏壇も入れられるような位置、方角に今物入れを取っているという形です。押し入れなんでかなり奥行きが深くて、お布団とかたくさん物が入るようになっています。これです。はい、ここで見てください。開けた時すごく良くないですか？線のブラケットが正面に見えるんですよ。めちゃくちゃかっこいいです。こんな感じでリビングに入ってきてほしくないよっていう方は、直接和室に案内することができる、そういう動線でございます。人が泊まりに来た時にリビング通らずにお手洗いに行けるっていう、トイレに直接行けるというのはこういうことです。ここに実はお手洗いがあるんですね。かわいいよ、これなんですよ。ここの位置だとリビングの外だし、リビングの人も和室の人も気兼ねなくトイレに行ける位置ですよね。そうなんです。で、子供が帰ってきてすぐトイレってなっても、土間収納1個挟んでたから玄関と近っていうイメージもないし、いい位置だなとすごく思います。トイレ、私の大好きなトイレ。はい。あ、もうぜひよかったら解説してください。大好きポイントは正面 DIJ の真鍮だそう。ブラケットライトに芝工作所のペーパーホルダーと、あとそこのニッチね、トイレットペーパーの幅に合わせて作ってもらったニッチ。本当は横が良かったけど奥になったが、そうですね、結果ポスター入って可愛かった。はい、ポスター入ってなんか映えましたね。正面がゴールドのも合わせて、全て小物はねゴールド、黒を使ってないっていうのがポイントになります。まあ、可愛いトイレ大好きです。で、上だけで木の天井をアクセントください。最後の最後に駆け込みでお願いした、はい、結構情報収集するときって場所ごとに収集するんですけども、家全体で収集するんです。場所ごとに私はしました。トイレだけ、リビングだけ、そう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 、いろいろやってって、でもテイストがずれないように自分の中でパズル。オーナーさんすごくてですね、話した時にこういうの好きなんですって言った時に、もう一番初回から意気投合しちゃって、なんでこの人こんなことしてんだろうなみたいなちょっと業者かなって疑っちゃったぐらい詳しかったんですけど、すごい情報収集されてるけど全部そのセンスがいいんですよね。やっぱりよくね、好きなものだけ集めるとぐちゃぐちゃになっちゃって、ここはこうのテイストだけどこっち違うみたいなのになりがちなんですけど、そういうの全然なかったですね。うん、もう全部統一されてたんで、そこがすごいなと思ってますます業者かなと思いましたけど業者ではなかったです。最初に言ったの窓代でしたもんね。窓代最初に言うかなと思った。窓代と手すりと幅木でしたね。そう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 、幅木もねやってあるんですよ、ここ。そうだそうだ、そうそう、ここやってあって、目立たなくないですか、廊下。すごくないですか。これ実はめっちゃこだわってまして、入り幅木なんですけど、ここに緩和の極薄アルミ幅木をビュッと入れてあって、壁よりちょっとへこましてある感じなんですね。主張しない素敵な幅木です。お金かけましたが良かったですね。うん、よかった。綺麗だもん。ゲストが来た時、お坊さん来た時はこんな感じで、神谷コーポレーションの3連の引き戸ありますので、これ閉めてもらうと個室になります。で、神谷って結構しっかりしたドアなので、本当に音とかそういった空間の遮断とかすごい綺麗に、もう全然壁みたいに見える感じですね。中庭を横目に見ながら2階に行きます。で、またここにですね、階段下にそういった収納もついています。ここにルンバとダイソンと、これすごいんですよ、ここはゴムでこうなんかね、摩擦で引っ掛けるのか、すごい素敵な。100均です。100均でお掃除道具が収納できるようになっていると。これ造作にして、ここと同じ色でペンキを塗ってます。ベンジャミンは塗ってるというこだわりようです。で、この階段がまたね、こだわりなんですよ。普通ですね、ここ上を出してちょっと毛込みというのを作るんですね。だけどやぼったさが少し出てしまうので、ここも気にして、この面もうほとんど毛込みというのはない状態で階段を作りました。で、この階段が綺麗に見せる工夫してありまして、普通ここってね、割っちゃうんですよ。ここを2段割り3段割りとかにするんですが、一部にすることで見栄えがね、すごく綺麗に見えます。これポイントです。2階上がった時に、またこのポールもいいじゃないですか。ゆとりあるホールで手洗いがあります。あ、かわいい。子供部屋みんなのって書いてあります。じゃあ子供部屋ですから行ってみましょう。こんな感じで、実はこっちもつながってます。はい、2部屋つながってる子供部屋になります。将来ね、ここ仕切れるようになってるので違って見えるんですが、実は今はつなげてあると。みんなの子供部屋です。ここで寝てますか？今はここで寝てます。子供3人、大人も寝てます。大人もじゃあ5人でここ寝てるといいですね。ここで 4.5、 ここで 4.5 なので、合わせて9畳になります。子供部屋のこだわりポイントは、おのおのクローゼットスペースを設けたかったと、クロスがここだけ可愛いんです。クローゼットだけ、クローゼットだけねアクセントしてあります。こっちはグリーンで、こっちはね、星柄、ミキちゃんの星でしたっけ。ミキちゃんです。ミキちゃんの星のクロスです。あんまりお家に派手な色とかアクセントクロス使ってないんですけど、子供部屋のクローゼットの正面だけはひっそりおしゃれに色を変えてあります。本当も多分個室にやっぱりする予定で、クローゼットあれば他に物を置かなくても、収納グッズ、タンスとかがなくても、ここで荷物の管理をしてくれればスペースも十分取れるかなと思って。あと2部屋あるのですが、今回はプライベートな空間なので撮影は控えております。本当は長男の部屋になる予定、将来ね、なんですが、今はパパがほぼ書斎として使っております。はい、1つは書斎、もう1つは寝室です。なります。この部屋以外、手洗いはあります。ありますよ。すごいですよ。女子が2人なんです。どうしても洗面所争いが起こるので、別れてできるように。やっぱ人が多いので、顔だけ洗う人は上で洗ってきてるとかができるように。今は全然使ってないんですけど、もうちょっと多分大きくなったらおのおのするようになれば、今まだ全員仕上げ磨きの人たちなので、ここで歯磨いてもそのまま寝るみたいな。こちらが2階のトレーになります。かわいい。2階は床をヘリンボーンの塩ビタイルにしてあって、クロスのこのモヤモヤグレー、かわいいですね。そう、めっちゃかわいい。これリクラッシのリクラッシですね。で、一番こだわったとこありました？ヘリンボーン。どうしてもヘリンボーンにしたくて、なんなら私はリビングなんかをヘリンボーンにしたかったぐらいなんだけど、テイストに合わないというと、多分飽きないっていうのは合わないから、遊べる空間で遊ぶというふうに取り入れてきました。ただ2階のトイレは本当に好きな。いいですよね。幅木も塗ったよ。そうですそうです。幅木も本当は白とか黄が一般的には多いんですけど、これはもうね、壁紙に合わすぞって言ってグレーに塗装をかけたというこだわり。これが実はこれ何畳でしたっけ？6畳8畳、結構広いんですよ。6畳みたいな。9畳かな。めちゃめちゃでかくしそうになって半分ぐらいにしてっていう気がする。そう、すごいわこれは。はい、実はこれロフトで、もともとは書斎の予定でしたよね。そうです。ここにね、本棚が来る予定です。来る予定です。ここに将来エアコンもつけれるようにということで、エアコンのダクトとコンセントだけはつけてあります。でもなんか全然大丈夫ですね。そうなんですよ。なんでだろう。なんかもっと暑いんだと思って、これ屋根断熱。屋根断熱は屋根断熱なんですけど、もっと暑いですよ普通。裏裏って全然なんか暑くなくて。確かに入れるは入れます。そう、子供全然ここで遊んでて、1年半まだつけてないですよね。つけてない。へえ。で全然で、ガルバって雨の音うるさいって言ってる。全然なんですよね。それはうちが断熱材とかいいからなんですよ。だからじゃないですかこれ。だからかな、屋根の断熱のうちに200っていう結構分厚め吹いてるので、断熱もいいし音もいいしだとは言っても、なんかこの快適だなとは思いましたね。屋根裏ともっとねボンボンボンってするんですけど結構使ってますか？すんごい使ってますか。子供が物を全部持ってきてここで遊ぶから、また増えてます。知らん間にここで遊んでるんですね。そうなんです。知らない間に。でさっきちょっとお伺いしたんですが、ここにねスイッチボというのがついてまして、子供ちゃんが勝手にここに来て遊んで、そのまま電気消さずに下降りてくるっていうことがあるみたいで、いきますよ。下のここをピッてするとすごい電気消してくれるというわけです。それ喧嘩にならなくていいですね。はい、もう何つけっぱなしなので消してきてがないですね。そう、ずっと最初それやってて、あ、やるかっていう。これめっちゃすごいいいですよ。スマホで消せるらしい。あ、スマホでも消せる。うん、スイッチボットだから。面白いですね。この家来ると大体みんな「え、なんか涼しい」とか「冬来ると、あったかい」って言われて、ああ嬉しい、よかった。で浴衣入ってないよねって言われる。今大体住んでもらって1年半ぐらいかなと思うんですけど、どうですか、住んでもらって住み心地とかいろいろ計画してきたものが計画通りだったかとか。住み心地はもう最高、本当に最高です。お家に帰ってくるのが楽しみ。子供がどっか出かけて帰ってきた時に「ああお家最高!」って言いながら帰ってくるから頑張ってよかったなって思ってます。こういうのがやりたいなっていうのがあって、なんとなくできた頃になんかいろいろ見てたけど、これじゃないなっていまいちこうしっくりくるものがなくて、その時に見学会ね、小牧の見学会をやってますって言って突然行ったんですよ。そうなんです。そこで初めて会いました。ホームページやりたいってなったことがハウスメーカーで無理だと、で工務店もダサいイメージだった、ちょっと嫌だなと思ってでもうじゃあもう設計事務所しかないと言って調べて、春日井と小牧とこんなに調べたら出て、私これは好きだと思う、今から問答無用で行ったら京子さんで、お話しさせてもらって、最初会った時にもう、あ、ただものじゃないなみたいなマニアが来たか、プロ選手が来たか、すごい人が来たなみたいな感じがあって、あ、でも私このお施主さんとすごい趣味がなんか合うなっていう意気投合はもう最初から感じて、いや、この人はうちで建てたらすごい家建つなとかっていうのはもう最初から想像できましたね。楽しかった。打ち合わせがとにかく楽しかった。みんな大変って言うんだけどみんなもう大変って言うけど、私も楽しくてしょうがなくて本当楽しかったから毎週のようにめっちゃ調べて、で今日はこことここを決めるから見てきてねって言われたらもうめっちゃ調べるから、ことを繰り返し繰り返しでこれがやりたいって言ったらそれ何って言われたりとかして。そうなんですよね。私らより早い情報を持ってる時が多々あって、何それみたいな感じで調べると、なんか今から来るやんみたいな、もうね教えてくれるんですよ。みたいな。何言ってもいいですねって京子さんが言ってくれるから楽しくて楽しかったですね。ずっと笑ってましたからね。ずっと笑ってました。私ら。そうだからね。まあいいですね。あります。ほぼそうね。公開ポイントはない。ですね。ない。等しいね。情報をめっちゃ吸収してまとめて、自分の理想があるのに言ったら、これ無理する、これ分かんないっすとか、その感動によっては全然ちょっと分かんないっすってなることもありそうですね。あった。だからハウスメーカーは無理だなってなった。それはとかって言われたりとか、あとはいや言ってること全く入れてくれてないとかもあったし。今だと YouTube 見て今まで作ってる家好みだわとか分かるじゃないですか。そういう見方していくのもあります。うん、多分自分が好きな系統の家を建ててくれる人のところに行くのが一番いいんですよね。そうですよね。それをどう頑張って探すかもしれない。うち来た人は大体聞いて帰ります。どこで建てた？そうです。ホームランドです。じゃあこの動画をご覧の皆さん、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。締めましょう。はい。はい、じゃあいつも通り普通に締めちゃいましょう。なんかこの動画がいいななのか、なんか参考になったなのか、なんかホームランディックの家作りいいなって思った方とかなのか、なんかちょっと言葉変えたいなと思って。ああ、そうですね。何がいいですかね。まあでもホームランディックって言わなくてもいいか。なんだろうな。まあ、参考になったらいいかもしれない。参考になった。いいですか。じゃあこの動画をご覧の皆さん、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そこの後抜けた。あれあれ？言わんのかい。まあいいかこれで。じゃあね、バイバーイ。はい、ありがとうございます。言わんのかいだ。